さん、ハート。色のだるま、ありがとう。昨日の夜のメールで最近ハマってる曲はフレンズだったフレンズでした。このアバター名チャット GPT に作ってもらいました。遅刻という彼女の顔困る。何それ、どういうこと、 AI どういうこと。あ、いちご食べたメールしか来てないのか。あ、じゃ止められたのか、送ってしまったのかもしれん。くるくるが刺激的な内容を送ってしまってたんかもしれん。あ、私が送ってないだけ。ダスピダーニャさん、は黄色の フレンズのどこの歌詞、え、さいやでもA メロも好き。オーピーさん、ハートありがとう。あ、チオノクメール来てるやん。メール届いてるやん。はムーン、ムーンって曲はが入ったっていうイメージがすごいある。ね、おすみ買ってこうさん、黄色のだるまありがとう。福ちゃんさん、お疲れ。こうちゃんさん、かわいい、ありがとう。普通に、あ、こうちゃんさんかわいい、だるまありがとう。あの咳が治らなすぎて呼吸に行って、でまずまあそりゃそうよね、咳が出るって言ったらさコロナって疑われるじゃん。でコロナじゃないと思うんですけどねとか言って、いや一応コロナの検査しておきますって言われて、あ鼻にぼあのぼっつこまれていたみたいになって、それでコロナに検査されて違いますって言われて、あありがとうございますってなって、ハートありがとう。でなんか肺になんか異常があるんじゃないかみたいな、あの でクレープさん、金色のタコありがとう。 CD なんもないですね、めっちゃ綺麗ですみたいな、あありがとうございますみたいなって、喘息じゃないみたいになって、え、じゃちょっと喘息の検査しようって言われて、正常じゃねえみたいな、レントゲンでした、レントゲン、あの CT して CT はまた後で出てくる何もないですね、あ、そうっすか、え、なんでみたいな、だってで、え、じゃあワンチャンなんかあの
かもみたいな、えワンチャンコロみたいな話してトイプードル飼ってます、えワンチャンコロみたいな、やだみたいな。じゃあ検査なさすぎてみたいな、ちょっと弱いですみたいな、肺活量そう、で決まった。ほら、あ、なんか針太みたいな、刺すのみたいな、やばすぎみたいな、怖すぎと思いながら刺さる瞬間見たら、うわってやって、表に長いからこうやってに出るの早いんですね意外にとか言って、いやそうなんだよねですよいやこんな縮るの早いと思ってねびっくりだよねみたいなでさ、ちょうどさ検査のなんか YouTube みたいなの見てたからさとかにたまたまおすすめ出てきて、だからなんか怖みたいな、3本抜かれた、3本抜かれた、でもさくるくるちょっと嬉しかった、気になってたんだよねくるくるアレルギーなんかあるんじゃないかみたいな、でも体の中心の方が全然痛い、ああとあのし検診の検診じゃない子宮がんの注射もうありえんぐらい痛い、血は振ってなかったかな、そう子宮頸がんワクチン、そう女の子しか分かんないの、男もするメリットある、女の子もさあするの、でコロのさワンちゃん出てきたらどうしよう、離れんけど、あ予告 CT 気になってるもしかしてこうちゃんさん気さあ、なんか原因分からんしさ、ね、なんなんみたいな、綺麗です綺麗ですみたいな嬉しいけど、かわいい甘えたもらえた、突然アレルギー発症あると思う、急に発症っていうの違いわかりますチャット GPT に聞くのありナナセシルさんハートありがとうカンチャさん金色のハートありがとう、ミュラミュールさん金色のハートありがとう、あそれで
勘違いされそうだからあれなんだけど、そういう下品な話とかじゃなく、こう点取ったのをそのお医者さんが見てて、なんかあれみたいな、左側のお腹に空気溜まってますよみたいな、量のありえんぐらいの空気が溜まってますみたいな言われて、お腹これとか思ってもしかしてやばいことがあるってとは限らないので、そんな心配しなくていいよみたいな感じで言われて、それをもう逆にさ、えみたいな、じゃんそんなこと言われたら、え何それって思って、でお腹をなんかポンポンしてできない、腹痛の原因になってると思うこれがって言われて、腹痛結構あるって急に聞かれて、腹痛の話してないのに、えありますって言って、腹痛ある気がするから、次 CT 取るから次も来てって言われた。CT 取る、下品な話をするのやめて、直症候群よく痛くなるからさ、まあ、でも原因分かったらそれ原因不明みたいな、まあ、え今日もお腹痛いみたいなのばっかりやったからさ、そうだ今日はね、そう、あの普通になんか体調悪くないと思ってても、大丈夫と思っといてなんかこんな今なってるから、CT 高いよね。マスタカさん、金色のだるま。って何？マルク。え、お腹の空気抜いて体重減ってくれたら嬉しい。それめっちゃ。あ、骨髄検査。え、骨髄検査なのか。マルクって言うんだ。骨髄検査。え。行きたくないみたいな、なる。
カテさん、そうじゃん。いや、くるくる理系じゃないのよ。くるくる文、くるくる文系だからっていう言い訳ね。いやでもそっか、もう減ってほしかった。まあ、ウエスト細くなってくればいいか。痛みに耐えるために別の痛みを生産のやつは本当にもう無理すぎて、3回目なんだけど本当に無理で、みたいな。でこっちが痛い、こっちの方が痛いみたいなしてやるから、まあ、ありがとう。でもまあ、痛、そのめっちゃすごい痛みを味わったことがないから、やばい、それは痛い、疲れる。山さんハートありがとう。つなまるさん、昨日の月に生きるぐらい痛い。つなまるさん、かわいい、ありがとう。つなまるさん、尊い、ありがとう。全然ストイックじゃないよ、くるくるは。くるくる美形、嬉しい、ありがとう。きのこさん、黄色のだるま、ありがとう。中村さん、黄色のタコ、ありがとう。体がうずく。すごい想像したら。もうお医者さん、ほんと。血を抜く、抜かれるとき。やめてみたいな。どんどん血が出ていくんだ。整形するとしたら痛み耐えれる。え、整形って痛いのか。でもさ、可愛くなるためなら耐えれるよ。もうないんだったらもうってやるしかない。絶景さを経験してきたからかも。かっこいい。とくるくるくるやったことないんだけど。大村大王さん、金色のハートありがとう。ゲームについてはね、今言える情報はツイッターに書いたことが全てですね。だから今の私もまだ分かってなくて、ちょっとね、まだね、なんて言ったらいいか分かんない。こう遊んで報告ビジョンに掲載していた、頑張りたいなっていう気持ちだけはあります。でもまだ何かを ダウンタウンバリ長い、え、長いよねダウンタウン。ダウンタイム
構最近はあれだよね、もう多分今までは否定される感じだったけど、今は全然時代、あの同性愛とか友達とかもみんな、いや可愛いから整形しないでって思うんだけど、でもの判断でめっちゃ教えてくれるの、私ここしたこのバッカルハットのここの肉なんだけど取りたいのみたいな、この口の中からみたいな、いやそんなしなくても可愛いよみたいな、可愛い？ありがとう。ちょっと夜なんか半お知らせあるよって言ったのはツイッターの話。参加を先に言うことに有利になる系では、いやそう、なんかサバイバルゲーム始まりそう。ハート、黄色のハート、ありがとう。山さん、ハート、ありがとう。そう、多様性。いや、でも本当そう。まだ完璧ではない。この28日は28日のに。ゲーム配信をする？見に来て一緒にやってくれた。七井さん黄色のハートありがとう。くるくるさ、深夜にやりたい人だから知ってみたいな。そう、深夜そうなんよ、そうなんよ、なんかみなさん全部聞いてる聞いてる、ありがとう、たくさん。しかも曲もあった。映画を見るのと音楽を聴くのとカラオケに行く、
してありがとう。やだけど考えとくね。もう誰も眠ってしまうがいい。原因不明のこの席さ、5月2日までに治ってくれんと私終わるんだけど、できる体位置には、でもなんか吸引みたいな、なんか吸って粉系ワンちゃん治る。あ、それ吸入ステロイド。そう、結局原因不明で、じゃあ喘息の薬とアレルギーが分かったら次また薬を変える。エステロイドそんなやばいの？初めてなんだけど。人生にくるくるお好み焼きを広島風と書いてドキドキした。いや、そう、説明広島風食べたけど、広島風って書いたら広島県民に怒られるよな。お好み焼きって書いて、お、ま、大阪風も大阪風って書いたから、まあ広島風お好み焼き、お好み焼き。でも広島風美味しい。初めてではないか、食べたの。今まで大阪でも違いが分かんない。どっちも同じに。くるくるまだ全然分かってない。良くないのか。訳ありで10日間も苦しまくるついてきて、なんでなんでなんで。待って、普通の私に生体行きたいの。一回行きたい。そう、ストレスフリー。求めていい。多様性の時代だもんね。
さん可愛い、ありがとう、初見ありがとうございます。おしずさん尊い、ありがとう。え、大阪のってさ焼きそば入ってないの？私ずっと、もしかして大阪風ではない的な。いや大阪風だよね。そう、自分え、そう、え、そのステロイドみたいなやつさ、なんか一回なんか一緒で吸ってみたいに言われたけど、なんか吸い方わかんなくて、なんかほぼ口の中に粉が入ってきて、うえみたいな。でそれが喉に残る原因になったり結構危ないので、しっかりあのうがいをしてください。え、焼きそば入ってんの？え、じゃあ私そばが好きだから、広島が好きだ。まあ、結局ね、どっちも美味しいよね。されたいヘッドスパ。関西風はキャベツを生地に混ぜる。なるほどね。あ、なるほど。あの目の前で作ってくれる人だったから。の見てた。で、くるくるが私が自分で。そこの違いかな。あ、モダン焼き、あ、モダン焼きか。ありがとう、みのさんレモンスターありがとう、初見ありがとうございます。モダン焼き好き。くるくるだってやつ参加したいもん。くるくる徳川よく言ってるんで作れますけど、くるくる手伝いに行きましょうかみたいな。だってな、料理が苦手なファンの方がいたら、あ、私が手伝いましょうかって言って言う役。いや、そう、お好み焼き悔しくなりすぎてる、くるくる今やばい。余裕の後はお好み焼き、うちはうどん屋さんに行くのがパターン、パターン。昼がお好み焼きで夜がうどん。いや、それそう、リンゴさん、リンゴさんもうすぐ見に行けばいいんだ。見に行けばいいんだ。ボーリングでも楽しもうね、ボーリングくるくると。28、お母さん一枚だけ、でも当たってないと思う。当落ワクワクするよね。徳川で拡散午前食べるのが最高。
って本当に。当たったりして。するお母さん行くんかな、あきさんとかで。確かに名字でバレる。うん、あれで食べる人、あれなんていうの？で食べる人。なんか美味しくない？なんかヘラで食べた方が美味しく感じる、くるくる。女の子でヘラで食べる人珍しいよって言われた。お母さんもヘラで食べる人なんだけど、女の子は大体箸で食べるから、ヘラで食べるの珍しい。佐々木まさきさん、レモンスターありがとう。なんか、そのアピね、そう、千穂さんのあの天使の下駄じゃなくて、あの板、今年の目標みたいな書いた板をもらって当たってた。すごい。きのこさん結婚してありがとう。嫌だっけど考えたくね。ヘラで食べたことない？おいしいよ。おいしいよ。ヘラがおいしい。あ、お好み焼きは箸。あ、なるほどね。でもちょっとその食べにくいとこあるよね。落ちた落ちたみたいになるけん、難しいよね。でも食べるの、けのこさん優勝、 ありがとう。ぴょんぴょん、黄色のタコありがとう。けのこさん優勝、ありがとう、ありがとう。寝てるときは寝ると、寝るまでは出るんだけど、寝てるときは出てなくて、起きたお好み焼きうまい、おいしそう、アボカドマジおいしい、食べたい。あ、喉が、あれじゃねえし。まあ、腕も。そしたらその腕を上げれなくなる人なの。そのまた子供なんか行った
コロナじゃないので、あでもありません。え、そう、チケットね、チケット、チケット、あ、ごめん、チケット見た13枚だった。でも来る来る、え、全然平気で開けれる。なんで気にせず動かす。え、無理。え、でもそれぐらいでいいよ。それやばい、針刺さってる間曲げたらやばい、もう怖い、サイコパス。うるさもできる。うわ、もう注射したら3日はあげないね、腕3日あげないで、曲げない、使わない腕を。子供だなみたいな、荷物を持つのも全部こっち。でも洗いとかあったら仕方なくこうやって、で髪乾かすときはもう片手で。そのワクチンなんか1週間ぐらいあげなかったよ、痛すぎて。くるくると戦うの、注射の後、いや注射の後狙ったらくるくる絶対勝てる。不便よ。あー、痛い時と平気な時ある。あー、それはあるよね。そう、絶対左手じゃないといかんの。ワクチンは右も、右で打たないといけないとかあるの、右左。打った時はそれを理由に勉強しなかった、なんか全っていう言う。この腕の左腕が。山さん、ハートありがとう。え、そう、本当にでも結構骨折した人みたいになるの。両腕したらもう何もできないよ、くるくる。もう。駐車47分ありがとう、山さんハートありがとう。スクショタイムしよう。ゲームについての詳細は止めたい。でも今出てる情報はツイッターの28日からいるイベントがあるよことだけ。ゲームの今さん、ハートありがとう。注射したからゲームできないかもとか言って。ロンドルもありがとう。スクショタイムします。
の早いんですね。できんけん、できんけん。息をするここのポーズはもう。それでは誕生日みたい。でマジ席以外は体調万全なの。なんか体調が悪いわけではないから、もう席。お話し会の今朝は27日木曜日までありがとうございますらしいです。ぜひテロップはね、こういう絵文字、真顔の。兄さんありがとう。12位、オロチさんありがとう。11位、9位、マスタカさんありがとう。マルトモちゃん、シチューのタコありがとう。8位、つまさんありがとう。5位、オノピーさんありがとう。4位、カンチャオさんさんありがとう。2位、ヤマさんありがとう。そして1位は、キノコさんありがとう。キノコさんありがとう。と祈りながら寝たいと思います。そしてあの桑田佳祐さんの明日優勝ありがとう。それでは明日は何もないから大丈夫。